当たり前にあるはずのものがない、丸々のない暮らし。ファッション雑誌の編集者、小田由香子さん。目まぐるしく変わる少女たちの流行をリードする仕事、毎日がとても慌ただしい。そんな由香子さんの暮らしにないもの、一体何だろう。家に下駄箱がないですね。由香子さんの家は新宿から電車で一駅、通勤に便利な都心といっても庶民的な商店街にある。ここです。築40年、もともと商店だった建物の2階を友達とシェアしている。1階は貸し倉庫だからちょっと騒いでも大丈夫。ドアを開けるとすぐ階段。あ、靴が並んでる。階段が下駄箱なのかな。でも由香子さんまだ靴を脱がない。ベッドルームでも脱がない。いつも靴履いたままで生活してますね。そうなんだ。でもなんで。靴履いてるとあんまり部屋着っぽくなりすぎなくて、部屋の中とかでもダラダラしすぎないような感じ。なるほど。でも自分の部屋なんだからもっと楽にしてもいいと思うけど。パジャマとか。あの前一人暮らしをしてた時に結構急に友達が遊びに来ることとかがあって、靴を脱いで生活してたんですけど、やっぱり寝巻きみたいな格好で、ごめん今ちょっと無理みたいな。今の方がやっぱ部屋着もこういうニットとかになって、友達とかが着たいなって言ったりした時に割といいよってすぐ言えるような感じとか思います。木の廊下の奥にはルームメイトと共用のキッチン。ここでゆったりとくつろぐ時間が楽しい。あ、誰か来たみたい。いらっしゃい。こんにちは。靴を履いたまま入ってきたのは大学時代の先輩のゆうこさん。こんにちは。こんにちは。あー、おー、もらった。下駄箱のないゆかこさん家には友達が気軽に遊びに来る。そう、甘えちゃう。ゆかこさんがこの家で暮らし始めたのは2年前。学校のような板張りの床が気に入ったのがきっかけだった。ここの床最初に見た時にちょっと、あ、これ小学校の美術室っぽくねと思ったりとかしてときめいたので。一人では広いので友達とルームシェア。いつの間にか忙しく働く学生時代の友達が息抜きに来るたまり場になった。いつでも外と割と近いような感じで、てかむしろもう鍵が開いてたりとかして気がついたら友達がいて、だからこうなんか家の中でもちょっと外みたいな感じはします。古いものに囲まれた居心地のいい空間でみんなリラックス。今日は古いカメラで遊ぶ。レンズについたカビのせいでほわっと映るのが楽しい。この家で暮らし始めて友達の写真が増えてきた。子供の頃遊びに行った田舎の家も近所の人が気軽に訪ねてきた。そんな感じで暮らしたい。昔のおばあちゃん家みたいな感じ。家族じゃないんだけどちょっとそれに近かったりとか、そういうものに触れながら生活したいっていう。仕事でいっぱいいっぱいの20代、下駄箱のない暮らしはいつも仲間が集まってみんなの笑顔から元気がもらえる。明日も頑張れそうだね。